イベント楽しかったな。イベント楽しかったね。ちょっとなんで笑う。え？そういう入りなの。うん、ちょっとね。あ、だって今日はね、振り返りスペシャルということなので、はい、まあ今回朗読はお休みということで、だからさ、イベント楽しかったな。どう、天使の原的にはどうでした？めちゃめちゃ楽しかったですよ。ねえ、はい、なんか本当にこういつも見てくださってる方々と直接お会いできて、はい、本当にお会いできて嬉しかったですね。え、はい、でしかも今回、うん、だいぶ早いうちに開店準備が整ったがゆえに、そうですね、ずっと他人のニコ生の番組を見てた。どなたかのかは言いませんけど、言いませんが、はい、というわけで本日は黄昏小書堂にお越しいただき誠にありがとうございます。こんばんは、黄昏小書堂の店主笠間純です。皆さん、イベントお疲れ様でした。ありがとうございました。とっても僕も良いお時間を過ごさせていただきまして、本当にみんなとね一緒に温かい、分かってる人いた？大丈夫？あ、社長いるかって？社長はね、今いないっすね。社長は今いないんですけど、社長今何してんだろう？社長は後で来ますよ。給食活動中？はい。そうなんだ、なるほど。はい、というわけで、黄昏小書堂9丁目29番地のお店、お疲れ様でした。お疲れ様でした。店員たちもお疲れ様でした。ありがとうございました。今回の放送はですね、イベントの振り返りスペシャルということでたっぷりとお届けしたいので、ショートドラマの店主のおすすめ古書コーナーはお休み、はい、ということで、皆さんからね、もうすごいね、うん、タウンページのようにね、うん、タウンページって今分かる人いるよね、うん、いるよね、本当にたくさんの普通歌をいただいたので、いつもよりたくさん読みたいなと、いうふうなことを思っておりますので、皆さんと一緒に楽しんでいければなと。はい、で、イベントでは桜遥か、こちらの生朗読を、北野里奈さんの生のピアノ BGM をバックをフルでお届け、いたしました。そしてイベント中に、これまでのオリジナル作品は全て天使の書き下ろしというのをカミングアウトいたしました。これ天使水がコメントで、天使水よかったよっていうのが来るたびに、書いたの僕じゃないんですいつも思っていました。でもちょいちょいなんとなくなんか脚本的なコメントだとか、脚本的ななんか文章を書いて自分だと思わせようとしてた振りがあったでしょ、うん、5% ぐらいで。はい、というわけでね、まあそのことに関しての普通オタもたくさんいただいておりますので、後ほど読ませていただければなというふうに思っております。はい、番組は前半30分が公式生放送で、誰でもご覧になられ、後半はチャンネル会員限定となっております。番組ページは一つのみで、前回パート終了後にそのままチャンネル会員限定放送に切り替わりますので、チャンネルはそのままで大丈夫です。はい、いつも冒頭に店主のおすすめ古書のコーナーを読んでいるんですけれども、こちらショートドラマの朗読ですね、今回は振り返り会ということで、たっぷりとお届け、皆さんのね、普通歌をもとにイベントの振り返りをたっぷりお届けしたいというふうに思っております。イベントは約2時間お届けいたしましたが、約2時間3時間はいかなかった。何ちょっとその乾いた笑いは。7時9時でだよね。ですよね。はいはいはい、約2時間お届けしましたが、番組途中に音声のみになりますが、編集したダイジェストをお届けいたします、はい、音声のみですよね。前半は。あ、後半は。後半もね、はい、あ、はい、音声のみですが、はい、ダイジェスト版をお届けいたしますので、残念ながらお越しになれなかった方はそちらを聞いていただいて、イベントの雰囲気を感じていただけたら幸いですっていう感じです。なので皆さんお楽しみにね。はい、また今はこうしてラジオ形式でお届けしておりますが、会員限定パートでは映像付きでお届けいたしますので、どうぞこちらもよろしく。皆さんぜひとも会員登録よろしくお願いいたします。あー、楽しかったけど
まあでもある意味あの店員たちともちょっと話してたんですけど、本当に今日やってよかったねって、生放送を、はい、この皆さんのね、まだこの熱がまだ熱いままで、あの時のあのイベントの感覚をまだ覚えていらっしゃるこの状態で、生放送できるっていうのはすごく幸せなことだなって思いますし、皆さんもあのコメントの方でね、たくさんあの時はこうだったとか、あれは感動したとか、超泣いたとか、店主も泣きましたからね、読んでる時に。なのでじゃんじゃんね、皆さんコメントの方でもそういった振り返り、皆さんの中でも振り返りをたくさんしていただければっていうふうに思っております。よろしくお願いいたします。それでは黄昏古書堂開店いたします。この番組は DMM ピクチャーズの提供でお送りいたします。今回ね、ファンアートの量もね、尋常じゃなかったんですよ。本当にこれで一個アートブックが作れちゃうんじゃないかっていうぐらいの、でそう、コメントでもね、皆さんおっしゃってますけれども、仕事早いんですよ。だってもともと書いてたものを送っていただけたっていうことなのかなと思って、店主もね、皆さんから送っていただいたファンアートをこうペラペラ見てたわけなんですよ。あれ、この服装当日の俺じゃんみたいなやつも結構ありまして、本当ね、上江市のお客様たちがね、仕事早く書き上げていただいて、もうめちゃくちゃたくさんのねファンアートいただいておりますので、この後もね、またジングル等々で皆さんのファンアートをご紹介させていただきますので、どうぞお楽しみにお願いいたします。それではまずはこのコーナーをお届けいたします。お便りは小説よりもきなり。これもなったよね、イベント会場でね。このコーナーはいわゆる普通オタと呼ばれるコーナーです。皆さんの周りであった出来事、僕にお伝えしたい出来事、僕におすすめしたいお気に入りの本などなど、何でもお待ちしております。今回は時間の許す限り、このコーナーでイベントの感想をたっぷりお届けしていきたいと思っておりますが、おお、もう見せちゃう、はい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 、まずはここでオープニングでお話ししたイベントの模様のダイジェスト音声の前半部分を、前半部分ね、聞いていただきたいと思います。なので来られなかった方はね、なんか雰囲気をこちらの方で味わっていただければっていうふうに思っております。というわけでダイジェスト音声こちらになります。どうぞ。もう泣いてんじゃん。これから店主頑張るの、これからだから、まあ、だいぶ頑張りましたけど、いやー、この方たちが、いや、まだね、まだこのチケットを取れなかった数万人の方たちがね、いるんですけど、数万人も申し込みしてるのに100人の箱ってなんだよってね。まあしかしリアルなことを言うと倍率4倍とか3倍とか、まあもっと高い箱を取れっていう話なんですけど、そこはね、あれです、店員篠原がひよった結果です。まあ皆さん分かっている通り、こういう感じでじゃんじゃん店員をまたいじってまいりますので、そこにいるのは清水くんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。で、小西くんはどこかな。あそこにいますね。あそこはどこ。あそこは、あ、そうですね。はい、というわけで、なになに、BGM が落ちて会場拍手が落ち着いた良きタイミングで、おー、なるほど、で、いいかな、このタイミングでいいの。あ、はいはい、わかりました。それではまずはいつものコーナーをお届けします。お便りは小説よりも期待。おー、なんかこれ感慨深いね。これを皆さんの前でできるってめっちゃあんな。いや、そりゃそうか。黄昏ネームエビフライさんからいただきました。エビフライさん、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。はい、というわけで、ホテルの小説よりも気になり、笠間さん、店員の皆様、こんばんは、こんばんは。田沢署初めてのイベント開催おめでとうございます。東中野には今回初めて来たのですが、とても文化的でおしゃれな土地で素敵な場所、お店、を選ばれたなと、さすがだなと感動しております。今日のイベント楽しんで、また改めてポレポレさんにも遊びに行きたいですということでありがとうございました。ちなみにエビフライさんって今日いらっしゃってるのかな。あー、ありがとうございます。何のエビフライ味も感じない方ですよ。ありがとうございました。まあね、東中野とか、まあ、あの東京の東側って割とこういうところ多いですよね。あの、まあ、役者も結構住んでるんですよ。中野とか東中野とか、こっちのこの若干東側系はね、割と住んでるんですけど、これ別に聞いてみたいことじゃなかったな。エビフライさん、ありがとう。ね、あのいつも聞いていただいてる。あ、ありがとうございます。まあ、というわけでね、あのエビフライさん等々も応援していただいているので、これからも皆さんに楽しい放送をですね、お届けできたらなというふうに思っております。それでは2通目いらっしゃいませ。おー何のおーなんだいや、まあ、あのお気持ちはねすごくわかります。まあ、何せね、あのいろんなあの誤解を生んだ我々のいらっしゃいませですから、あの名前いらっしゃいませに対して、まあ、皆さんがおーって言ってくれて、あとね嬉しかったのがね、あのタソコどこって言ってくれ言った時に皆さんがあタソコっつってすごいね反応してくれててね、それも嬉しかったっていうのもあったし、あともう一つね、あれなんですよ、今回まあいろいろとヘルプでいろいろあのうちの臨時店員たちが、来てくれてたりだとか、まああとはあのゲストで来てくれた北野里奈さん等と、いつもお届けしているメンバーじゃない、メンバーもいたんですけれども、みんなね、黄昏古書堂のお客さんたちって素敵ですねってみんな口を揃えて言ってて、本当にもう温かい人たちで、本当素敵な、あのこんなに温かいそのファンの方々とか、こんな温かいあの視聴者の方々っていうのは本当にあのなかなかいないですと、すごくいいあの方々たちばっかりですねっていうふうに言ってくれたのが僕もすごい嬉しくって、それがねかなり印象に残ってます。うん、なので本当ね、あの時の空気感もそうですし、雰囲気もそうですし、とてもなんかね、あの黄昏古書堂を表すようなすごくいいあのお客さんにも集まってきていただいたなっていうふうにも思いますし、またもっとたくさんの人にもね、あの来ていただけるように2回3回とイベントをやっていきたいなっていうふうに思っておりますので、皆さん、あの改めまして、あの引き続き応援よろしくお願いいたします。というわけで、いただいている感想メール等々お読みしていきます。これからね、いきますね。めっちゃ来てたんですよ本当。黄昏ネーム梅さんからいただいております。梅さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おお梅さんです、いらっしゃいませ。おとといはイベント大変お疲れ様でした。店員さんたちや社長さん歴代のジングル、お客さんたち、そして笠間さんとビビさんの織りなす雰囲気がとてもアットホームで、あー、いい居酒屋さん見つけちゃという気分で楽しませていただきました。盛りだくさんのイベントでしたが、個人的にずっと気になっていた朗読のお話はどこまで笠間さんの手が入っているのだろうという疑問がついに明らかになった瞬間がもう上がりました。すべてご自身が毎月書き下ろされているということで、なんとすごい店主の店に我々は集っているのか。居酒屋などと言ってすみません。そうだぞ反省しろよと反省いたしました。かっこ笑い。毎月お客さんやゲストの方の性癖を素晴らしい物語に仕立て上げる構成力もさることながら、私はいつもその美しい日本語の言葉選びや情景がスッと頭に浮かぶ文章も素敵だなと思います。もともとの趣味ともおっしゃっていましたが、ずっと以前から執筆されていたのでしょうか。あとこれは強い要望なのですが、ぜひこれまでの作品を販売してください。おだっておー、よく朗読劇でも脚本を購入して家で余韻に浸るのが大好きです。今回の桜遥かも何度でも読んだりして浸りたいですと。古書堂のグッズとしてもこれ以上ないと思うので、ぜひぜひご検討をよろしくお願いいたします。忙しい時もあるでしょうに、お客さんと唯一無二のものを作り上げる、演じてだからこそも創作もするというストイックな志で書いていただいていることこと感謝でしかありません。
これからも古書堂に通い詰めて張り切って性癖を置いて帰りたいと思います。あ、これです私の性癖バンみたいな、とはいえお体ご自愛ください。それではまた第2回のイベントも楽しみにしておりますということでいただいております。ありがとうございます。まだね、こういうね僕の書き下ろしについてのね、お便りをいただいているのでもう一通読ませていただきますね。黄昏ネーム大橋さんからいただいております。大橋さんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。黄昏古書堂店主笠間様、店員の皆様、笠間様、店員の皆様こんばんは。秋とは思えない気温の日々が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。私自身衣替えのタイミングがつかめず未だに夏物を切り替えられずにより涼しくなる日を心待ちにしております。さて今回は先日のイベントの感想をお伝えしたく久々にお便りを送らせていただきました。ただ感想をといってももう何から何まで最高でありがとうございます。いつも拝聴拝見している黄昏古書堂の世界を直に感じることができ本当に幸せでした。桜遥香の、朗読は前半で泣き後半で泣き、北野様のひとひらで泣き気づいたら泣きすぎてアイラインもマスカラも全部落ちておりました。そういう人って結構多かったのかな。結構僕もねもう読みながらねあの皆さんのすすり泣きの声とかあのすすり泣きのっていうのならまだいいんですけどみたいな泣いている方もいらっしゃって読めないって思ってもうちょっと大変だったんですけれども本当に皆さんねそうやってね心を動かせられるようなあのものを仕上げることができたと思ってとても僕も嬉しかったです。番組の脚本は笠間さんが執筆されているとのことでとても驚きましたがだからこそ作品の世界観をあんなにも心に響く形で押し出せるのだなと納得しました。おなじみの各コーナーもすごく楽しく特に天使知らない世界での多足書クイズがとても燃えました。私は収録現場のコミックスの問題のみを間違えて覚えておりはあはあ、はいはい、途中敗退してしまったので知識王にはなれませんでしたが次回ある時は全問正解できるようにさらにしっかり拝聴を拝見しようと思います。また今回店員の皆様にお会いできたのがとても嬉しかったです。うん、番組内での無茶ぶりに答えている様子や盛り上がってわちゃわちゃしている感じが個人的に成人男性に言うのはちょっと違うかもしれませんがすごく可愛いなどんな方々なんだろうなと思っていたのでご挨拶できたの本当に嬉しかったです。本当に楽しいイベントでしたありがとうございますということでいただいております。まあまあ書き下ろしについてっていうのはねまあどこまで言うべきかっていうのもちょっと悩んではいたんですけれどもやっぱり僕の中でこの黄昏古書堂っていう番組はまあね本当にあのこの古書堂に来てよかったとか、毎月来たいっていうふうに皆さんに思っていただきたいっていう思いもありますし本当それこそそういう番組は黄昏古書堂だけっていうような感覚にも思っていただきたいのでイベント当日にも申し上げました通り時間がある限りね皆さんからのお便りをもとに僕の方で書かせていただきたいなっていうふうには思っておりますのでぜひぜひこれからもね応援していただきたいなっていうふうに思いますのでご希望の古書をお探ししますのコーナーももっともっとたくさんねみんな のお声をいただきたいなっていうふうに思いますしそれをもとに僕が書き下ろししますので多分ね多分ね多分僕が書きますんでなので書きますよ僕がなのでそう求めております。なので皆さんのねお声をもっともっといただければなっていうふうに思います。梅さんもね大橋さんもこれあまり今までお便りいただいてない方だったので今回ご紹介させていただければなっていうことでご紹介させていただきました。これからもね大橋さん梅さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。またお便りいただけると我々店主店員一同とても喜びますのでどうぞよろしくお願いいたします。というわけで今回応援に来てくれたビビこと北野里奈さんに関してのお便りも結構来てたのでそちらの方も紹介させていただきます。黄昏ネーム柳瀬さんからいただいております。柳瀬さんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。笠間さん書店員の皆さんこんばんは。9丁目29番地に参加させていただきました。店長だけではなく書店員の皆さんにも会えて嬉しかったです。社長めちゃめちゃ魅惑のボディでしたね喜びそう。
列整理をしてくださったメガネの書店員さんもメガネがとてもお似合いで素敵でした。彼は店員何店員メガネにしますかじゃあ、ねええー、イベントドリンクはゆずジュースと湯葉の葉茶をいただいたのですがとても美味しかったです。俺ねあそこのポレポレさんのねソフトドリンク全く飲んでなかったことにね気づいたんですよ。そうなのでぜひちょっと今度ねあのプライベートで行って飲みたいなっていうふうに思っております。柚子はよく果実酒などで飲んだことがあるのですが琵琶の飲み物は馴染みがなかったので発表された時からずっと気になっていました。おかわりで飲むことができてよかったです。お店の雰囲気もとっても素敵でした。ポレポレ座は普段はカフェだそうなので機会があったらカフェの時のポレポレ座にも行ってみたいです。キーマカレーと動物クッキーが気になります。そういえば私は黄昏古書堂のイベントに行ったはずなのですが劇場版桜遥を見ていました。なるほどね。最後の演出で涙腺が崩壊しあの演出かな、あの手書きっぽい感じのあの演出ですかね。崩壊しエンドロールではおえつをこらえるのに必死でした。劇中曲も主題歌も最高でした。さすが神作品の劇場版、円盤買います。ところで書籍はまだですか。あと一平が500円ってとっても安いと思います。桁間違ってませんか。あんな素晴らしい楽曲が500円だなんておかしいです。エクスクラメーションマークたくさん。実質無料じゃないですか。エクスクラメーションマークたくさん。もっと北野里奈さんにお金払いたいです。エクスクラメーションマークたくさん。イベントの帰りは九段のコーヒーセーブに行き生姜焼きセットを食べて帰りました。おお、めちゃくちゃ美味しかったです。またイベントがあるときは参加させていただきます。楽しい時間ありがとうございました。もう、追伸10月1日はメガネの日、コーヒーの日、ネクタイの日、醤油の日だそうです。ということでいただいております。はい、もう一ついきますね。黄昏ネーム緑黄色野菜さんからいただいております。緑黄色野菜さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。店主笠間さん、店員の皆さん、こんばんは。初めてお便りを送らせていただきます。先日は初イベントお疲れ様でした。そしてありがとうございました。イベントと言いつつも普段と変わらない進行だったのがいつものだという安心感と場がアットホームな雰囲気に包まれた感じでとても良かったです。また桜遥を BGM や挿入歌などグレードアップした完全版として聞けて涙なしではいられませんでした。朗読だけでも心揺らぐお話でしたが BGM が適所加わることでその場面の情景や感情が増幅されて伝わってくるのが実感でき音楽の素晴らしさと言葉と音楽の親和性を感じることができました。今回のイベントで空色プラネットの北野里奈さんことビビさんのファンにもなりました。ありがとうございます。きっと本人も喜びます。また店員の皆さんともお会いできて少しの間でもそのお人柄に触れることができこの方々で作り上げている黄昏古書堂という番組が本当に大好きだなと改めて思いました。イベントにて好評があったのでずっと思っていた願い事をこの場で発言させてください。できましたよ。今まで番組内で朗読してくださったお話の短編集が欲しいです。だって、今まで、きっと他のお客様方も望んでいる人がいらっしゃるかと思いますのでまたイベントを開催される際にでもご検討いただけたらと思います。お忙しい日々をお過ごしかと存じますが皆様がこれからもご健康に恵まれますよう祈っています。失礼いたしました。ということでいただいております。結構多いっすね。書籍化してくださいとか。どうしようね。つながりある？なくもないけど、書籍と、あ、やっぱり書籍とドラマ CD のセットとかがいいのかな。あ、そうなのかな。そう、ちょっとみんなにちょっと聞いてみたくて、ドラマ CD にする場合ですね。例えば、ドラマ CD で出す場合、全部僕じゃないといけないですか。CV、他の、 僕の方でオファーさせていただいて、役者さんを使ってもいいですか。あ、なるほど。全部風間さんで。マジ、うっそ。はあ、そうっすか。なるほどね。あ、二通り。セイバーのマスターって。おい、ああ俺がいいのか。まあ、なるほどね。はい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 。まあね、僕が考える最強キャストね。なるほど。まあちょっと考えておきます。はい。お、特にラピス聞きたいです。ラピスラーズにね。
あれの続編も多分皆さんお待ちになってる方々もいると思いますので、あれの続編もねちょっと鋭意制作中ということで、皆さん待っていていただければっていうふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ビビビもね本当にすごくいい曲を作ってくれて、本当世界観に花を添えてくださったので、まあ僕とプラス本当にそれこそ彼女は名古屋で活動しているので、名古屋で、名古屋にいらっしゃる黄昏小書堂のお客さんいらっしゃればですね、ライブ等々にも足を運んでいただければ彼女も喜ぶと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。柳瀬さん、緑黄色野菜さんでした。ありがとうございます。もうちょっと読んでいい？はい、ちょっと微妙な、はい、はい、ね、 OK。じゃあ、サクッと2通ほどいきますね。はい、黄昏ネームサナさんからいただいております。サナさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。風間さん、店員の皆さん、こんばんは。公開イベントの感想をお伝えしたく初めてメールを送らせていただきます。公開イベントお疲れ様でした。楽しかったな、感動したなという気持ちを思い起こし、帰りのバスを待ちながらこのお便りを書いています。とてもとても楽しい時間を過ごすことができました。風間さんとスタッフの方々と風間さんのファンの皆さんと同じ時間を共有できてとても幸せでした。普段のラジオから一人で何役も演じられていて声の切り替えがすごいなと思いながら聞いていたのですが、今回生で朗読を聞き、声だけでも表情もパッパッと変化していて、まさにその場に遥かや浩太がいるように感じました。それから生演奏の BGM や生歌、心が震えました。その日その場で発せられた表現を直接受け取ることができてとても贅沢な時間でした。二択クイズでの回答の解説爆笑しました。これ解説は店員清水が作ってたやつですね。はい、君の知らない物語、いい曲ですよね。いい曲ですよね。ちなみに私は黄昏書知識王の一人となったのでおめでとうございます。一生友達に自慢していきたいと思います。今回同行者は黄昏書リスナーではない友人だったのですが、終演後すっごく良かった、連れてきてくれてありがとうと言ってもらえて、桜遥かを聞いて出し切ったと思っていた涙がまた出てきてしまいました。このまま友人のこともこちら側に引きずり込もうと思います。乱文失礼いたしました。まだまだ書きたいことはありますが長くなってしまうのでこの辺で。今回はとてもとても素晴らしいイベントを開催してくださり本当にありがとうございました。また黄昏小書堂がどこかの街に開店することを祈りながらずっとずっと応援していきます、ということでいただいております。はい、これね、他のお便りでも、住山様、黄昏ネーム住山さんからいただいているのも、一緒に来ていた姉も隣で号泣しており、あまり泣く姿を見せない姉の泣きを見られてよかったですということでいただいてたりですね。結構ね、同行者の方を連れてきていただいて、その同行者の方も、喜んでいただいたっていう話も結構多くいただいててですね、この黄昏小書堂のこの世界がね、この番組を知らない人にも、まあ、こういう形で広まっていって、でそれで、本当に知らない人なのにすごくいいとか良かったね、それって本当にコンテンツとして良くないとそういう言葉ってやっぱ確実に出てこないので、なので、まあ、僕自身その内容っていうものはかなりこだわってやっていきたいっていうふうにも思っておりますし、皆さんに本物のね、いいものを文化としてお届けしたいなっていうふうに思っておりますので、こういうふうにね同行者連れてきていただいて、で、その方も感動していただけるっていうイベントができたのが本当に嬉しかったなっていうふうに思っております。ちょっとだけお子さん関係のもいただいておりました。黄昏ネームシグさんからいただいております。シグさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これまあ全部読むとちょっと時間的にあれなのでちょっと端折っていきますと、私の本名は漢字は違いますが遥かですと、違うとは分かっているのですがつい自分を重ねて聞いていました。配信時には遥かが消えてしまうところで終わりだったので、浩太があなたを二度も殺したという思いを抱えたまま、またこう残していかなければならない辛さで二度目を聞くことができずにいたらしいんです。でも今回続きの物語で浩太の心の成長に浩太に寄り添う桜のひとひらに本当に救われました。素敵な続きを書いてくださってありがとうございました。ここからがすごく素敵で、今は早く帰って寝ているであろう我が子に会いたくてたまりません。今日家を出るときにいつもと違うママの爪綺麗だねと言ってくれた娘の言葉が今こんなにも愛おしく美しく感じることができるのは笠間さんや店員の皆様のおかげです。本当に素敵な時間をありがとうございました。次のイベントも楽しみにしておりますということでいただいております。なんかこうね、ご自分のその家族っていうものをもう一度顧みたりだとか、その
なんか自分のお子さんに対しての愛情が深まっただとかっていうのをやっぱ聞くと、本当に多分ね、はるかがすごく喜ぶだろうなっていうふうに思うので、こういったお便りいただけてよかったです。あとはね、ちょっと今回ご紹介はちょっと時間の関係もあってできないんですけれども、そのコウタと同じくお母さんを亡くされててっていう方からもお便りいただいておりまして、で今回の桜遥を通じて、でもなんか今まではやっぱりちょっとそういうところから、まあコウタのように目を向けないように、ご自分のお母様の死に目を向けないようにしてきたけど、そのちゃんとこう、まあ遥のね、ああいう思いだとかを今回のイベントで聞くっていうか、そのなんかその作品として見ることができて、もう一度なんかお母さんにの思い出にもう一度向き合ってみたいっていうふうに思う方もいらっしゃったらしく、本当にね、なんかやっぱもうこの作品は僕は家族愛の作品だっていうふうに思っておりますので、そのご自分のご家族との関係がより豊かなものになったりだとか、あとはそのご自分とのご家族をもう一度そのなんか温かい思いを持って、関係性を築いていただけるっていうのがとても僕も嬉しく思います。本当にありがとうございました。たくさんこれ以上もね、たくさん普通お便りいただいてたんですけれども、まあそろそろ店員清水の表情が曇って店員清水の表情がちょっと渋くなってまいりましたので、他はね、またなんかあれです、おまけパートだとかでご紹介させていただければなっていうふうに思っておりますので、そちらの方も お楽しみにいただければっていうふうに思っております。たくさんのお便りありがとうございました。次回の放送からはまた普通おたを紹介していきますので、メールどんどんお待ちしております。メールアドレスはたそこしょ @farzoni.jp たそこしょ @farzoni.jp となっております。懸命にコーナータイトルを書いてお送りください。以上、お便りは小説よりもきなりのコーナーでした。すごいっすよね、本当に。もうね、クオリティがめっちゃやばいファンアートで、今回はやっぱりね、桜遥のを題材にしたね、ファンアートも多かったので、今回届いてこちらの方で確認できたものは全部ご紹介は後々できるんですね。はい、というわけなので、お楽しみにぜひぜひ。というわけで、あっという間に一旦終了のお時間です。この後はたそこしょチャンネル会員限定でお届けいたします。後半もイベント感想をお便り紹介しつつ、胸キュンロマンチックなシチュエーションを募集するご希望の箇所を探ししますのコーナーと、僕がまだ知らないであろうことやものを募集して実際にやってみる天使の知らない世界のコーナーをお届けいたします。そしてこのたそがれこしょの様子を映像付きでお届けいたします。チャンネル会員登録まだの方はお待ちしております。番組には公式ツイッターがございますので、ぜひともフォローお待ちしております。また生放送は月1回となっておりますが、それとは別に生放送終了後に収録した閉店後トーク動画をチャンネル会員の方限定で毎月お届けしております。詳しくは公式ツイッターでお知らせいたします。ということで、まあ告知系はビビのことだけにしときましょう。北野里奈さんユニット空色プラネットによる朗読桜遥をもとに生まれた曲ひとひら、こちらイベント会場にて先行販売を行われましたが、11月1日金曜日のワンマンライブで通常リリース開始いたします。詳しくは北野里奈さんのツイッターページをチェックしてください。はい、そして気になる次回放送が、11月12日火曜の21時から11月12日火曜の21時からを予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それとここで姉妹番組のご紹介をさせていただきます。今画面に出ておりますが、どの番組も前半は誰でもご覧になれますので、ぜひとも合わせてお楽しみください。というわけで、それでは数分お店の休憩を挟んでまた再開いたします。ここまでは黄昏古書堂の店主笠間淳がお届けいたしました。皆様ありがとうございました。